おはようございます。アディスアベバに来て5日が経ちました。ちょっと靴が僕かなり汚れてるんで、ちょっと靴磨きしながら今の現状をちょっとお話できたらなと思うんですが、もうほらこれはなんかもうちょっと天気悪かったりして、泥水こう水がねこういっぱい使ってたりしてですね、土がめっちゃついてるな。アディスアベバに5日間来て、前回の動画でも話してますけど、ソマリランドに次行きたくてですね、ソマリランド大使館の場所を見つけるのにすごく苦労したりとか、周りからソマリランド大使館見つけることができてですね、一応場所も分かって、必要なもの100US ドルとか、顔の証明写真とか、やべ、パスポートのコピーとか、必要な条件は分かって全て揃えたんですけど、今日金曜日12時半くらいですかね、お昼の12時半くらいにソマリランド大使館行ったら、なんともう閉まってて、で僕はソマリランド大使館水曜日に行ってたんですよね。で水曜日に行って、100米ドルが必要ですよとか、証明写真必要ですよとか、ちょっと必要なものをいろいろ言われたんで、それを木曜日のうちに集めたんですよ。で金曜日にビザを取得して、でソマリランドに行こうと思ってたんですが、今日12時半くらいに行ったら、今日午前中までしかやってないって言われて、何それって思って、でもうそのソマリランド大使というのか、ビザ発行できる人はもう帰ったの、だから警備員しかおらんくて。 Today is Friday, why is close? Today? Still 1 PM? Not today. No person. Eh? Yeah.Monday, 3 o'clock, come. 月曜日に来てくれって言われて、土日休みやから、めちゃくちゃ休みやん。だって月曜から木曜働いて、金曜は午前で終わりで、まあ文句言っても仕方がないんですけど、いろいろ事情があるんだろうなって。まあだからですね、結論、この5日間、もうアディスアベバに来て5日間経つんですけど、ソマリランドビザ取るのにすごく苦労しててですね、まあ、半分は僕が悪いんですけど、半分はもうどうしようもできないというかね、仕方がないっていう状況も正直あって、どうしようかなって。月曜まで待つってなったら、土日アディスアベバで来えないといけないし、この旅も残りねそんなにたくさんあるわけじゃないんで、正直どうしようかなってまだ迷ってるところなんですけど、まあでもね、落ち込んでる時間が一番もったいないからね、人生、はあ、野球と人生は切り替えのスポーツっていうしな。なんでとりあえず僕はね、靴磨きトラベラーなんで、ちょっとアディスアベバで靴磨きしようかなと思ってます。 Yes? This is like yeah, I understand. China. Not China. Can speak English? No English. No English. I don't speak English. You can speak English? Yeah. Do you know shoe shine? Cleaning shoes? Yeah. I want to clean her shoes. Yeah, I like to manage me. I can make us go back alone. I'm shoe shiner.I have to share, okay? Share, okay? Hi, brother. Hello. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can I take a video? Yeah, of course. Thank you. I met you before. Yeah. I remember. Good. To translate, I'm polishing shoes all over the world. Okay. As a shoe shiner. Mm-hmm.This is not a business for... So what is your aim? To make people happy. Okay. Yes. Thank you. Thank you very much. Okay. Is that Paul Lister? For sure. What's your name? Oh. Yeah. Thank you very much. Arigato. To help people? Yes. Yeah. Thank you very much. To help people? Yes. Arigato. Thank you.
Yes. Okay, okay. Yes, thank you. Thank you very much. How is this? At it. Thank you very much. Thank you. Yes, bye bye. いや僕の中では今日ビザ取ってで、まあ、今日の夜行バスでソマリランド方面に行こうと思ってたんで、まあ、今日日本食食べるために朝昼抜こうと思ってたんですけど、まあ、結局ですねビザが取れずという状況です。いただいてていただきます。チキン南蛮ね、いただきます。うわうまっ。これ日本のお米、なんか普通にお米、日本のお米っぽい。幸せっす、日本食食べてて。うまいね。ちょっとこのタルタルソースめっちゃうまいねんけど、なんかちょっと僕甘いタルタルソース来るんかなって思ったんですよ、写真見る限り。でも、まあ、これほんと逆に好きくらい分かれるかもしれんけど、若干酸っぱい、タルタルソースが酸っぱいというか酸味がある。でも僕この酸味逆に好きやわ。エチオピアのあのインジュラでしたっけ、あのエチオピア料理、あれがすごい酸味、発酵させて酸味があるんですよ。でエチオピアの主食って酸味がめちゃくちゃ効いてて、ここジャパニーズレストランインエチオピアなんで、タルタルソース若干酸味効いててうまい。うまっ。逆に日本これやったら流行るかも。帰ってタルタルソース屋さんやろうかな。